その時イエスは町や村を巡って教えながらイエルサレムへ向かって進んでおられた。すると、主よ、救われる者は少ないのでしょうか？という人がいた。イエスは一度に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様、開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない、不器用な者ども、みんな私たち立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。そして人々は東から西から、また南から北から来て神の国に宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。